みません、はい、いいですか。お願いします。ちょっと新しくフライパンを探してるんですけど、はい、どういったものでお探しですか。そうですね、普通に自宅用で炒め物とかちょっとした煮物っていうんですかね、はい、なんかそういうのとか使えるものがいいんですけど、はい、そしたらお客様は鉄のフライパンをお持ちですか。いや、実際に鉄のフライパンを使って調理をしてみましょう。実際に調理、はい、これからですか。はい、そんなことができるんですか。今回限りの特別です、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。それでは今日は特別に生姜焼きを作りながら鉄のフライパンの説明をしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジマさん、はい、生姜焼きの付け合わせといえば何ですか。大量の千切りキャベツですね。はい、こちらにキャベツがあります、はい、で、まあ早速、切っていきます。ちなみにこれ下に敷いてるのとこれ僕の知ってるまな板とはちょっと違うんですけど、包丁に優しいまな板っていうところで、まあ、黒の商材になるんですけど、はい、プラスチックに比べて比較的柔らかめなので包丁を入れた時にしっかりと包み込んでくれるようなものになってます。いい包丁を買った時っていうのは、はい、やっぱりまな板もいいものを選んでもらいたくて、硬いものだとこう喧嘩してしまって切れ味の持続っていうのが持たなくなっちゃうんですね。 なのでこういった柔らかい素材でしっかりとこう吸収してくれるようなものを選んでもらうといいです。まな板まで考えたことなかったです。はい、ぜひ一緒にご検討してください。はい、この音で朝目覚めたいです、ね、はい、これで千切りが完成。はい、ありがとうございます。では今日はうちの釜浅の鉄打ち出しフライパンを使いますので、まず鉄のフライパンを使うときは余熱が重要になります。なのでまず火を入れます。これはもう一番最初の新品の鍋の状態でもすることって一緒なんですか。新品の時はまた別で、はい、一度中性洗剤で洗ってもらってから、油ならしっていう行為をしてもらうんですね。そうすることで鍋に油が馴染んで使えるような状態になるんですけど、もうこれは何度かも使っているんですけど、必ず使う前っていうのは余熱をしっかりと入れます。そうなんですね、はい、で余熱を見極めるポイントが2つあります、はい、1つは、この鍋から煙がもく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 出てくるんですね、はい、そうすると全体的に余熱が入ったっていう合図になります、はい、ただちょっと見づらかったりする場合があるんで、そういった時は水をパッと入れてもらうと、はい、鍋の底で水が玉のようにコロ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 って動き出します。鍋に全体的に余熱が入った合図になるんで、そこから調理ができます。鉄は、はい、しっかりと鍋に余熱が入っていないと、はい、食材を入れた時に温度帯が下がってしまってくっつきやすくなっちゃうんですね。なのでテフロンとは違ってまず余熱を入れて、そこから油をなじませてあげるっていう。倉庫行ってるうちに煙が、はい、できました。水をパッと入れてみたいと思います。あ、こんな感じですね。コロコロコロ、はい、ハスの葉の上を転がってます。そうです。この状態がしっかりと余熱が入ったっていう状態になるんで、ここから調理ができます。ただ、火加減をこのままの状態にしてしまうと食材を入れた時にすぐ焦げちゃったりするんで、はい、少し油を入れたらちょっと下げてもらいます。では、油を入れます。はい、この時に少し火加減を落としてあげて、調理するものによって合わせていただくとよりいいです。でこう全体的にお鍋に油が行き渡るようにちょっとなじませる時間も設けてあげるとくっつきにくいです。油ももともと冷たい液体ですもんね。そうですね、温めてあげてるっていう意味で、まさにその通りです。では焼いていきます。いい音ですね。はい、でこれ島さん見てわかると思うんですけど、もうこういうふうにくっつきにくくなってるんですよ ね。 そうですね。これがしっかりと余熱が入ってないとものすごくこびりついちゃうんで、余熱っていうのは大切になります。これやっぱテフロンのフライパンと鉄の鍋だと調理時間はどっちが短い、まあ、どっちが火が入りやすいとかってあるんですか。火が入りやすいとかで言うと、どちらも変わりはしないんですけど、
テフロンの場合っていうのが高温料理が苦手なので、やっぱお肉を焼くときって表面をしっかり焦がした方が美味しく出来上がるんで、そういったときには焼くっていうことだけを考えるとやっぱ鉄のフライパンは得意です。鶏肉とかも皮をカリッと焼くときはまさにおっしゃる通りです。はい、まあ、ある程度してきたらこういう色合いがつくのでひっくり返してもらって、やっぱ鉄は蓄熱と保温性っていうのがとても高いので、はい、ある程度もう表面が焼けたらもう火を消してもらって、もうこの段階でですか、はい、あとはもうこの鉄の持っている余熱だけで、はい、あとは蓋をして蒸らします。はい、この状態でもジュー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 言ってるんで、ちょっとそこが難しいところではあるんですけど、まあ、高温にしても特段問題はないんで、そのままガンガン使っていってもらって大丈夫って感じです。油慣らしってさっきおっしゃってたやつはもうずっと慣れてくると改めて何度も何度もやるっていうよりかは初回だけで大丈夫です。もう日々の調理で蓄積されていくっていう感じ、はい、そうです。日々やっぱ油を使っていただくことでどん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 鍋肌に油が馴染んでいくので、わざわざ油慣らしってすることは特段ないです。最初だけで大丈夫です。なのでもし使う期間が長く空いちゃった場合とかはやっぱりちょっと乾燥してたりする場合があるんで、少し油慣らしをしてあげるとよりいいです。ブランク明けはね、はい、ウォーミングアップが、ウォーミングアップが必要ですか。はい、いいですね。はい、そしたらまたちょっと強火にしてジュバジュバ言ってきてるんで、このタイミングで事前に作ったタレを流していきます。はい、香ってますね。ここにいい匂いがしますね。である程度もうふつふつと沸いてきたら、もうこれも火を消してもらって、はい、あと鉄の温度帯だけで余熱だけでですね、はい、やってもらうだけでも十分です。一度温まると結構もう冷めにくいんですか？冷めにくいです。でもそれはやっぱり鉄の板厚によって異なります。うん、はい、うちは 2.3 ミリ厚って言って少し比較的厚めに作っているんで、はい、やっぱり火が入った後熱が逃げづらくて保温性が高いものになってます。厚いほど余熱も大事なんですか？そうですね、厚いほど余熱も大事ですし、板厚が厚ければ厚いほど焼きに特化するっていう風に思っていただくといいです。なのでステーキとかもっと板厚の厚いものでやってもらうとよりいいですね。では、盛り付けていきましょう。はい、できました。ありがとうございます。どうですか見栄え的には？もう焼き目がめちゃくちゃ綺麗についてて、早く食べていいですか？食べましょう。はい、あ、そう、食べる前に木島さん、はい、実は、はい、獺祭のスパークリングの45っていうのがあるんですよ。まあ、今日生姜焼きでちょっと脂っこいところもあると思うんで、口の中をすっきりするっていう意味でも、またこの音がお肉料理にはもってこいなんじゃないですかね。じゃあ乾杯。うん、美味しい。めっちゃ美味しいですねこれ。飲みやすいですね。かなり飲みやすいですね。ではお肉の方も、はい、いただきます。本当に綺麗に焼き目が、はい、やっぱ鉄ならではの力ですね。何度も言っちゃいますけど、表面をカリッと仕上げてくれるので。どうですか今ね、味というか食感がすごい衝撃だって、焼き目の部分がすごいパリッていう音がしたんですよ。はい、ありがとうございます。僕結構自炊では生姜焼き作るんですけど、はい、このパリッていう音はもうテフロン鍋やからやと思うんですけど、出たことないです。嬉しいお言葉ありがとうございます。やっぱ 2.3 ミリってね、少し厚手なので、ちょっと自分で作ってみたものですけど、いただいてみたいと思います。うん、表面がやっぱパリッとしてますね。してますね。ちょっとジガジさんになっちゃいますけど、とっても美味しいです。美味しいです。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。ありがとうございます。生姜焼きの概念が変わりました。変わりました。と言ったら少し大げさかもしれないですけど、はい、とても美味しかったです。ありがとうございます。この鉄のフライパンもさぞ喜んでると思います。ちょっと見ていただいている方も、はい、どこで買えるんだろうっていうのがあると思うんですけど。そうですね。急なんですけども、はい、ここでお知らせがありまして、はいはい、3月の17日の
水曜日から2週間ですね、はい、3月30日までの2週間が阪急メンズ東京の、地下1階のイベントスペースで、こちらの釜浅商店さんのイベントを開催いただきます、はい、でその後引き続きまして、3月31日の水曜日から、こちら1週間ですね、4月の6日の火曜日までの1週間、今度は場所を1階に移しまして、面積がね、地下1階の時より3倍ぐらいですかね、かなり20坪ぐらいの広いスペース使って、釜浅商店さんもポップアップをしたいと思いますので、いろいろこちらのフライパン以外にもお鍋、まな板、包丁、そうですね、ほぼほぼあのフルラインナップで揃うようになってますので、皆さんもよかったらどうぞお越しくださいませ。お越しくださいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。